ちなみになんですけど、あの推しメンは富田鈴香さん。それはなんで？真面目で努力家で。そっちの方面ね。バレんだよ。そっちの側面か。はい。あ、ちょっとド忘れしちゃったんですけど、推しメンって誰でしたっけ？佐々木久美さんが。忘れてねえだろ。やってる。ぬりいことやってんじゃねえぞ。理由は？人間力の高さが素晴らしいです。本当に推しメンなんですけど、誰だと思いますか？当ててみてください。すいません、先に言っておくんですけど、私じゃないです。なんかそういう流れです。違うのね。全員それやるのかなと思って。そういう流れ。違うの分かった上でクイズ出したの、すごい強心臓だね。正解は加藤さんです。おー、そうなんだよね。加藤氏知ってた？知ってました。カトシのどういうところが？お顔と、声と、喋り方と、私服のセンスと全部が好きです。すごい、本当に嬉しい。そして推しメンがいるんですけど、待って、なんちょっと待ってください。あ、ちょっと芝居こいてんじゃねえか。推しメン、待って、推しメン、待って、なんだっけ、ほのかちゃん。森本さんです。茶番だよ。具体的にどこが好きかとか聞いてもいいかな。独特なワードセンスと面白いところが好きです。ありがとう、めっちゃ嬉しい。一人で処理してくれよ。驚かないですか、私が推しメンって。なかなかいないですか。もっと驚いてください。そんなこと言うな。そんなことないですよ。いますよ。